ヌーハディッコは、フランスサン・モーリス出身のサッカー選手、ガズイアンテプ BB 所属。ポジションはフォワード。2004年、US クレテイユリスタのに加入し、3シーズンを過ごした後 RC ストラスブールの下部組織に移った。2010から11シーズンにトップチームに昇格し、このシーズンに3試合の未出場を果たした。ストラスブールが FFP の影響により、 選手の大量放出を行った影響でクラブを退団させられたリッコは2011年8月12日ウィガンアスレティック FC に加入した9月13日のリーグカップクリスタルパレス FC 戦にてデビューデビュー後はイングランド海クラブへのレンタルを繰り返した2014年1月13日ウルバーハンプトンアンダラーズ FC と2年半契約を結んだ 3年間の在籍で94試合に出場し、31得点を記録した。また、この活躍によりマリ代表に初招集された。2017年8月29日、ハルシティ AFC に3年契約で移籍した。2019から20シーズンは、フィテッセにレンタルされた。2020年10月1日、ガズイアンティプビービーに2年契約で移籍した。 2014年5月、マリ代表に初招集され、25日のサッカーギニア代表で代表初出場を飾った。ありがとうございます。